けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は外録チャンネルウルトラビップスポンサー岡本よしきゲームチャンネルさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。伝わらないそんな思い切なくて愛しいだなんて言い慣れてないけど今なら言えるよ。君のために隣で笑っていてくれるのならばこれ以上他に何もいらないよ。出会えたことから全ては始まった。傷つけ合う日もあるけれども一緒にいたいとそう皆さん、初めまして。すいません。ありがとうございます。わー、嬉しい。すいません。ありがとうございます。私、いいね、とんでもないです。ありがとうございます。あっちちょっと日陰になってる現地がありそう。日陰、あ、ほんまですか。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、嬉しい。あ、見たらさ、結構大きいんですね。あ、言われます。嬉しい。妹が、うん、今、30歳で子育てしてるんですけど、はいはい。その、よく、うん、まあ、その、なんか、配信しながら、クロマツさんの配信を見てらっしゃる、見てるとか聞きながら見てたりとかするらしいんですけど。YouTube の、はい、うんうん。たぶんなんかペロッと怒られてきて、なんかクロマツさんがガールチャンネルを褒めてくれてるみたいな。妹さんが、はい、で、うん、私、めっちゃファンだから出てほしいんだけど、みたいな。あ、でも確かにその、こうやって見れば、両方ともご結婚されてコンビやってて、うん、お子さんもいらっしゃってみたいな。うん、そうしたら話、ガールチャンネルで聞いたことないなと思って、あ、受けてもらえなかったらぜひぜひと思って、ちょっとオファーさせてもらったっていうのが経緯なんですけど。わー、むちゃくちゃ嬉しい。いや、妹さんに感謝ですね。いいえ、そう、だからもう、本当大好きらしくて、そう。いや、嬉しい。じゃあ、こうやってよかったらマスク、もう一回つけてもいいですか。あ、ほんまですか。ほんま、ちょっと私もメガネかけていいですか。あ、全然全然。メガネかけなね、これ誰ですかってなりますから。メガネ汚いなって、なんかで浮きましょう。ぜひついてください。すいませんね。最近、クワさん、どんな一週間ですか。家事、お仕事を含めて。うん。いや、だから今、本はほとんど、テレビの仕事なんてほとんどないから、はい、言ったらたまにあるぐらいなんですよ。で、今も、それなのにめっちゃ忙しいのが、なぜかというと、はい、ボイシーっていう無料音声アプリやってるんですね。うんうんうん、それは月曜日から金曜日までやってるんですけど、それを絶対午前中にやるから、今日もこれする前にやって。おぉ、どんぐらい喋るんですか。だいたい60分ぐらい、40分から60分。それは何喋ってるかっていうと、コメント欄を読むんです。でみんなに今日お誕生日です、お祝いくださいって言ったらお誕生日おめでとうって言って、まあ、いろんな呼んだりとか、あと結婚記念日おめでとうとか、一人で毎日ラジオやってるみたいな、帯ラジオみたいな。そうそうそう。日中はじゃあもう家事とか、家事やったり。そうそう、私また YouTube 自分でやってるじゃないですか。それだから最近編集も始めちゃって、自分で。あ、自分でやってるんですか。そう、ね、いや、もちろん会社の人もやってくれるんですけど、こう見て気遣いなんですよ。だからこんな企画したいとか言っても、なんかやったらお金と時間かかるのに再生回数もあるのも申し訳ないと思うから、自分でできることは自分でしようと思って、メイク動画みたいなの撮ったんですよ。全然誰が見んねんて。ほんで、あんまり誰も見てないので、まあまあ少ないんです、再生回数も。でもそれも自分で編集して。あ、でも自分で編集するみたいな、失敗してもなんかね、気楽というか、ね、そうそう。で、自分でやるの面白いの。あ、編集面白いですよね。あ、面白いですよ。僕、うん、めちゃくちゃ思うのは、芸人さんはそもそもなんかその面白い脳みそ持ってるから、うん、編集もしたらそれもっともっとその動画を面白くなるんだって勝手に思ってました。じゃあ私のそのメイク動画見てみてください。私すごい頑張ったの。企画があかん。ただその川口さんにメイクのことじゃないことを聞きたいんじゃないですか、需要としては。やっぱその、うん、こういうことで悩みがありますっていうのに答えてもらいたいとか、まあ、そうですね、生配信やってることなのか、うん、とか。ちなみにあんまりコンビで最近お仕事することないですか。うん、ない。で、うち相方が神戸住んでるんですよ。うんうんうん、で、神戸住んでるから大阪、彼女は、大阪の方で活動してて、で、たまに二人で仕事するときはこっちに来てとか、うんうん、そんな感じ。まあでもそうですよね。もうその40代後半ぐらいのコンビの方って結局高校があって時々一緒にやるみたいなのも多いですね。そうそうそう、そうなんです。うん。どこ出身なんですか。
あ、大阪です。あのね、家から、新大阪の駅まで車で5分ですかね。おお、すごく住みやすいの。でも割と都心、都会っ子なんですね。都会、都会、都会ですよ。大都会。うん。そうなんですね。え、お嬢様なんですか、割と。全然。めっちゃ貧乏、もう貧乏でもどうしようもないっていうわけでもないんですけど、なんかみんながスーパーファミコン持ってる時にやっとファミコン買ってもらったみたいな感じですかね。だから貧乏ではない、まあご飯を食べられるけど、これ買ってあれ買ってとかは絶対言えなかったって感じかな。何人兄弟ですか？3人兄弟の長女です。あ、一番偉いですね。うん。お父さんのお風呂何してるんですか？うちの父が、あれ、婦人服の卸売やってるんです。あ、自営ですか？自営です。3兄弟とどんな構成ですか？私、2個分けて妹、2個分けて弟 で、妹が保育士さんで、弟がリフォーム会社やってます。あ、また経営されてる。うん。あ、すごいっすね。そう、頑張り屋さん。うん。ピッテさんは、なんてさ、どんな家庭なんですか？賑やかなんですか？めちゃくちゃ賑やか。とにかく、私のお父さんが私以上によく喋るかな。私と同じぐらいですかね。とにかくギャーギャーうるさいお父さん。私もうるさい。で、弟も同じぐらい。だから私とお父さんと弟がめちゃくちゃギャーギャーうるさい。よう喋る。あ、真ん中の妹さんはそうでもないんですか？妹はうんうんって聞いてて、で、お母さんはケラケラ笑ってるって感じですかね。あ、じゃあ楽しい家庭ですね。うん、あ、そうですね。うん。仲いいというか。めちゃくちゃ仲いいです。で、うん、学校とかでもそういう、なんか、なんつうか、クラスの中心みたいなキャラクターなんですか？私ね、うん、全然、私むっちゃ人見知りで。あ、で、ちょっと内弁慶じゃないけど。家ではギャーギャー言うんですけど、で、仲いい友達の前でも喋るけど、初めましての人とは、今でこそあんま人見知りもないんですけど、もうほんと静かな子でした。友達とは仲いいけど、初めましての子は全然喋れない。あ、じゃあ人前で何かやるなんて、その小学校時代は想像もできないのか？できない、できない、できない。へぇ。うん、できないです。その時はなんとなくどんな将来像を思い描いてるんですか？その時はなんか看護婦さんになりたいなって、なんかこう、なんか人のね、あの命を助けるお手伝いみたいなのができたらなみたいなぐらいやってんけど、ちょっと人見知りから変わったきっかけが、町内のキックベースボール大会みたいになるじゃないですか。そのキックベースボールチームに入った時に、一個上の先輩でリエっていう人がいたんです。私と同じ名前ので、みんなリエリエって呼ぶから、私のことなんて呼ぶってなった時にリエジュニアってなったんですよ、私が。ほんなリエとリエジュニア で、そのリエさんっていう方がすごくみんなに慕われてる方で、だから必然的に私もリエジュニアもみんなに可愛がってもらったんです、先輩から。ほー。だからすごくおとなしかったんけど、リエジュニア、リエジュニアって言われて、ちょっと一個上の小学校の時ね、5年の時に6年の先輩に可愛がってもらえて、ちょっとこう明るくなったというか、その時に。ほー、なるほど。じゃあ呼びかけられるから慣れてったみたいな感じなんですか？そうなんです。うん。へー。ただね、ちょっと明るくなっただけで、人見知りが完璧に治ったわけじゃないんです。今も絶対人見知り残ってんです、私。今も。仕事場とかやったら、例えばちょっと上の先輩と喋るときにめっちゃ緊張して喋れなくなって、でもこれをバレたあかんように人見知りじゃない自分を演じてるんですよ。へぇー。未だにそれのちょこちょこしてます。人見知りじゃないのを演じるっていうの。そうなんです。そんなイメージ確かにないですもんね。で、話がやっぱ続かないんです。なるほど。演じてるから。なんかどれぐらいからそのお笑い目指し始めるんですか？中学の時ですね。あの中学、私ね、毎年あれ見に行くんですよ。あの初笑いは、ナンバーグランド花月、家族でいつも毎年出ても何も感じずこう見てたのが、その時あの当時ドン・キホーテさんが出られたんですね、バーって漫才で見てたら、こうギャガガガガって笑うんじゃないんですよ。ダーンダーンダーンって爆笑でわって笑った後に、次のセリフ聞きたいからみんなすぐ静かになって、そのセリフ聞いたらまた笑って静かになって、笑って静かになってって、もうその繰り返しをずっと見てた時に鳥肌立って、ほんで私あそこに立ちたいと思ったのがきっかけなんです。へー。ドン・キホーテさんっていう方、あの小宮さん、僕はちょっとごめんなさい、あの大平克実さゆりさんいらっしゃるじゃないですか。克実さんがもともとドン・キホーテさんっていう漫才やられてたんです。そうなんですか。はい、今は奥様とやられてますけど、その前はあのドン・キホーテさんという2人で、男性の、はい、正統派漫才ってことですか？正統派漫才です。へえ。うん。でそのドン・キホーテさんがもう大爆笑っていうか、その破裂をするぐらいな爆笑取ってて、というか取ってたのに、まだ人見知りのある自分があそこ立ちたいと思って思ったんですよね。うん。そっからだ、うん、立ちたいってなって、うん、相方探すんですか？いや、NSC があるから NSC に入ろうと思って、一人で
高校3年生になってみんな就職とか大学とか受験するとかあるじゃないですか。その時に私はもう NSC に高校卒業したら行こうと思って。あ、でもそれ高校3年間の間は自分は NSC に行くんだと思いながら高校通ってるんですか。いや、ほんまにお笑いになりたいなと思ったのはやっぱりでもこう中学のその3年の時思ったんよね。でも絶対両親に言ったら叱られるから黙ってて、でもギリギリのギリギリで親に言ったんですよ。あ、高3の？うん。言ったら就職活動ずっとしてるしてるって言って全くしてなくて、で大学も受験するわけないし、就職活動もしてないからどこにも就職できひんし、だからもう NSC に行くしかないっていう状況を自分で作って親に NSC 行きたいんですって言って。当時はその学費とかはあったんですか？ NSC の入会金が10万円だったかな。ほんで毎月1万5000円。ああ、じゃあ気軽に入れたんですね。10万円ぐらいだから。そう考えると。でも違うんですよ。私が一回ね、その NSC に願書送ったら落ちたんです。あ、そんな不合格やったの。お姉ちゃんとも会ってんの？はい、会ってます。はいはい、お姉ちゃんもちょっといろいろあったもんな。そうですね、そうですね。おい、近すぎますよ。やめてくださいよ。俺がお姉ちゃんいろいろあったもんなって言ったら、ね、勇気がなんか言うかなと思ったら乗ってこへんかった、ね、それはそうよ。いや、でも多分今だかつて多分それに触れたのは東野さんです。あと田中光輝くんいつ出てくるの。いいよ、やめないやめないやめないやめてください。不合格やったの。書類で、書類で不合格やってんけど、私も就職も決まってない、大学も行けん、どうしようってなった時にむっちゃ便箋にも10枚ぐらい私はどうしてもお笑いやりたいんですってブワーって書いて、うん、送ったら合格になったんです。送り直したってことですか。そう、あのもう一回手紙送ったんです、そこの学長みたいなのに。NSC で、なんでかっていうと合格になったというか、あのやっぱりね、その入会金10万円払えない人が何人かいて、でその人が落ちて、その分でこう繰り上がったみたいな感じ。補欠合格。補欠合格、補欠合格。へー、うん、え、そのお金はどうしたの？自分で貯めてたんですか？貯めてた。あ、そっか、もう必要だから絶対ってこと。うん、ちょっとアルバイトとかちょっとしてたやつを貯めて。で、ちなみにその反対具合はもう、でもまあ一日で説得できたんですか、その NSC に送ってるの。まず言うのもめちゃくちゃ勇気いって、ほんで両親にこのこんなんしたいですって言ったら、もうお父さんも黙ってて、一回言った時はね、もうお母さんが号泣。へぇ、桑畑家の恥ですって。そらね、お母さんにしたらなんかちょっとね、会社員になって OL みたいな感じで働いて結婚してと思ったのに、お笑い芸人って、でなんか吉本って相当やっぱりアホが行くとこみたいな、当時は。はアホな人が行くとこなのに、なんで、お、しかも女の子がなんでそんなんなのって、もう桑畑家の恥、もう大号泣して、お母さん。でお父さんはそれ、その泣いてる横でこうやってグーって考えて、でとりあえずあの3年やって何にもあかんかったらもうやめようみたいな、それやったから、とにかく3年間やるだけやってみたらっていうふうに言ってもらってって感じですかね。それでだから一人で行くんですね。一人できます。だから私初めピンでやってたんです。フリップ芸みたいなしてました。へー、はい、ちなみにその誰がいるんですか、その同級生の。同級生はブラックマヨネーズ、次長課長、野生爆弾、あとチュートリアルの徳井くん、あとチャンス大城くん、飛び石電機の藤井くん、そんな感じです。藤井ページさん。藤井ページさん、はい。あ、ずっとピンって1年間ピンですか。違います。んでやってる時に、当時ミッチンっていう子も一人でやってて、ほんでコンビ組んでやれへんって言って、で私はボケがしたかったんですけど、ミッチンが自分ツッコミできないし、見た目もそんなツッコむような雰囲気の子じゃなかったから、だからミッチンがボケで私がツッコミになるって言ってテディベアっていうコンビを組んだんです。ちなみにちょっと NSC 期間中は、うん、もう、まあ、今聞いたそうそうたるメンバーじゃないですか。ですよね。誰が目立ってたんですか。出席とかある年もあるって聞いたんですけど、はい、当時関西キングとツインテールっていうのがすごかったなと思ってます。じゃあツインテールと関西キングって今いないじゃないですか、さっき言った名前に。関西キングは小杉くん、ツインテールは吉田くん、これが2人コンビ組んで、ブラックマヨネーズです。じゃあお互い別々のコンビで目立ってたんですね、うん、そこで。そう、あ、やっぱね、小杉くんはめちゃくちゃツッコミ上手 で当時ね、あのやっぱ次課長、次長、私次長って河本くんのこと次長次長って思うんですけど、次長が目立ってた、あのやっぱりこうみんなをまとめ役みたいなんで、うん、であの小杉くんがいじられ役やったんですよ。
あの例えばなんか稽古があんねんけど、あの子なんか運送業なんかあの引っ越しセンターみたいなバイトしてたんかな。ほんでいつも汗だくでなんかあの遅れて5分10分遅れて入ってきた時にみんなにこういじられてたんですね、うん、ほんならだんだんツッコミとか返しが上手くなって、初めめっちゃツッコミ下手やったのにみんなにいじられてツッコミめちゃくちゃ上手なったんですよ。すごいさ、そういうね、そのスパルタトレーニングみたいになってたんですよ、その自然に。だからみんなが、俺はもうあんな小杉のこといじらんかったよかった、ツッコミうまくしてしまったって言ってたのを覚えてます。あ、なるほどね、うん、へえ。一方で吉田さんも別のコンビ組んでたんですね。そうですそうです、吉田君もなんかどこどこなんか女子高生ばっかりやのにお客さんもうなんか芸人を笑かすようなネタだったかな基本的に。テディベアはどうですか、女性コンビはそんな多くないですよね。そうなんです。でもね、ありがたいことにその NSC13 期の中で一組だけ東京の舞台に立つっていう時にテディベアが選ばれていったんですよ。そのメンバーを押しのけてたんですか。うん、でもトップ集団だったからですね、その NSC のな、まあ、当時何人っていうか知らないですけど。だからその時に大崎さんのいるじゃないですか、そうそうそう、吉本が見てくださってて、その時の大崎さんが、あ、面白いネタするねって、じゃあ君たち東京の今度のなんかライブ行っておいでって言ってくれて、で それまでは誰も相手にしてくれなかった同期が、でも一組だけ選ばれたから女やし、それでみんなが声かけてくれるようになったのもあるんですよ。なるほど、すげえってなりますもんね。なんかね、その時のネタが普通の漫才とかコントじゃなくて、なんか、おとぎ話のなんか読む、どんなネタか忘れたけど、なんかそういうネタで、なんかちょっと角度の違うネタするねってなんかちょっと褒めてもらえて、それで、うん。それで東京のライブに出て、うん、それはどこに出すんですか？銀座7丁目劇場やったかな、なんか MC が130Rさんでした、その時。ほんで、ガレッツセルさんもいらっしゃって、で、そこに私が全然わからない東京の若手の芸人さんがいて、で、大阪から来ましたって、うちら行って、その時なぜか篠原ともえちゃん持ってんな、デビュー前の。あ、デビュー前？うん。デビューしたて。あ、くるくる前ですか、じゃあ、だから、めっちゃ大人じゃん。楽屋一緒やったんですけど、なんか歌手なのって、はい、歌歌っていますとかってめっちゃ大人しくて、俺ちょっと1年ぐらい経ってテレビつけたら、なんかこなしてるから、どないしてんかな思って、だ無理してんなと思って見てましたよ、本当に。あ、そうですね、あの方、うん、裏だとすごく礼儀正しいし、あと、メイクしないとめちゃくちゃ美人ですもんね。すっごい綺麗かった、かわいい。あ、もう、だから、この子、だからその時の相方がね、みっちゃんが、この子絶対売れるよとか言ってたけど、ほんまやなと思って、むっちゃ綺麗し可愛いし。卒業する頃ではなんか成績がいいというか、その同期の中では目立ってる方というか。2丁目劇場っていう劇場があって、そこで5週勝ち抜いたらそこのレギュラーになれるんですよ、うんうん、だからそこで5週勝ち抜けたんですよ、結構早めに。卒業後すぐってことですか？うん、1年以内に。だからその時もだから今残ってる子たちみんな勝ち抜いていってて。へえ。そうそうそう。じゃあその2丁目劇場のレギュラーメンバーっていうのはテディベアさん含めて誰がいたんですか？当時めちゃくちゃいましたよ。その当時上方が、千原兄弟さんとか、あとジャリズムさんも当時いらっしゃいましたし、だからそういうなんかそうそうたるメンバーの中、二丁拳銀さん、二丁拳さんももちろんです。そこに1年目で入ってるんですね。入ったって言ってもその中でもまたランクがあるんですよ。大御所チームと若手の中での一番トップクラスと真ん中と一番下、この下のゲのゲのゲですけどね。あ、そうなんですか？うん、もちろんもちろん。それ解散することなんですか、どっかで？そうです、解散することになるんですよ。これね、解散するってなると、この解散っていうのがまたややこしいんですけど、当時2丁目劇場で漫才禁止令が出たんですね。あ、コントしかダメですか？なんでかって言ったら、みんなが先輩たちが漫才せんとフリートークばっかりするようになったんです、センターマイクの前で、うん、ほな吉本のその社員さんたちがちゃんと漫才しろ、ね、ネタしろ、お前らもうフリートークあかんって言ってもフリートークするから、じゃあ漫才は禁止や、コントやったら絶対ネタするじゃないですか、うん、だから漫才禁止令が出て、それが出た時にいろんな漫才師さんが、いや漫才できへんやったら東京に行くっていう方がいっぱい増えたんです、うん、その時にね。ほんでその時、私がその時に結構まあ皆さん知ってる方も、藤井ペイチさんと付き合ってたんです。ほう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 、私が。ほんで、藤井くんが漫才してたんやけど、俺東京行くってなって、じゃあ私もついていこうと思ったんですよ。藤井くんに。ほんで、その当時の相方のみっちゃんに、一緒に東京行ってやれへんって言ったら、
別に藤井君について行きたいとか言わんとね、東京行ってやれへんって言ったら、いや私東京行ってまでやる勇気ないってその時みっちゃんが言って、あれ東京まで行ってやる勇気ないってことはこの子途中で辞めてまうんちゃうと思ったんです。ずっと大阪で続けてたとしても、あじゃあもうここで辞めた方がいいんかなと思って辞めて、そして藤井君を追いかけて東京に行って、でもその時はもう別れてたんですけどね、別れてたけど好きやったから追いかけていったみたいな感じ。おなるほど、うん、青春ですね。青春そうそう、別れてたけど追ってたんですね。いやだからもう俺東京行くから別れようになったんですよ。じゃあ私が東京行くんやったら付き合えるんちゃうかと思ってまた。あで来たよって言っても付き合えなかったんですか。そうやっぱり東京まで来たからにはちゃんとしたかったんでしょうね、うん、そんななんかもう彼女もいやなんかまあどういうあれか分からんけど、とにかくまあ付き合ったりはできなかった、それそうするとその彼氏もいなくて相方を失った女性芸人になっちゃうじゃないですか一人で。そうです。何ですよそれ、ピン芸やるんですか。その時に吉本はもう入るのやめようと思ってて。あ吉本そこでやめてるんですか。うん、あの私東京行きます、吉本やめますってやめて東京来てホリプロ入ったんです。あ、一回辞めてるんですね、吉本そこでね。はい、そこで辞めたんです。あ、その、辞めない状態で移動はできなかったんですか。いや、なんか私の中でもうみっちゃんとも解散したし、一人で行って、なんか誰も知らないところで一からもう一回やりたいなと思って、で、吉本にいたらなんか知ってる人もいるじゃないですか。だから一からなんかやりたいなと思ったから吉本を辞めて他の事務所と思ってて。あー、でさ、ホリプロさんオーディションかなんか受けたんですか。そうです。でね、それも私ずっと大阪にいたから吉本興業と松竹芸能の2つしか知らなくて、うん、でこっち来て渡辺プロやな太田プロやっていっぱいあるじゃないですか、全然知らなくて、ほんでわざわざ NSC みたいなねお笑い学校に入り直すのもちょっとちゃうなと思ったんですよ、時間もお金もかかるし、うん、ほんだらバイト先の人が昨日テレビでホリプロで毎月1回あのオーディションやってるって言ってるよ笑いのって、あじゃあそれ受けてみようかなと思って受けて。ああ、キャリアもあるし、もう普通に合格してってことなんですね。そうです、合格して。その女性ピン芸人として所属するんですか、ホリプロコント。そうです。最初。うん。その時の気持ちどうなんですか、ピンでやっていこうかなってことなのか、相方をもう一回探して漫才をやりたいなっていう感じなんですか。漫才やりたかったです。漫才やりたいけど、あの、やっぱこっちに来ると、あの、標準語の子ばっかりじゃないですか、女の子。だから何人かにコンビ組もうって言われたけど、私がその女の子、あちょっとなんか、ネタがどうっていうより性格合う合えへんも大きいんですよね、女コンビって。なんか友達としてやったらええけど、なんかずっとやっていくにはなっていう子が何人かいて、みたいな。ああ、で、それ相方決まんない期間どんなんですか。いや、でも結構1年ぐらいやってましたよ、一人で。あ、なるほど。うん。小原さんはいつ現れるんですか。小原さん登場はね、はい、ホリプロでレポーターオーディションっていうのがあったんですよ。あ、事務所内で。事務所内で全然お笑いと関係なくレポーターオーディションっていうのがあって、で小原さんがそこに応募したんですね。で小原さんがレポーターオーディションに受かったんですよ。ほんでレポーターオーディションに受かった子はそのホリプロの毎月やってる勉強会みたいなところに行って、レポーターって喋るから喋るを勉強を学びなさいって言って小原さんが来たんです、勉強その稽古場に。ほんでその時私も第一印象こいつ嫌いですね。あ、確かにちょっとね、お綺麗だし、ちょっとなんか お高い感じしますもんね、なんかそのオーラというか。いや、もうその時ね、なんで嫌いかって、もう私と真逆なんです。私ってもうその時 T シャツとジーパンでお金ないし、もう毎日同じような服着てるような状態で、周りの人もそんな人が多いじゃないですか、やっぱお笑いの若手の人って。 そんな中テンガロンハットほんでなんかあのホットパンツ、ウエスタンブーツ、ほんでもシャネルのバッグ持ってヒョウ柄でコツンコツンいながら来た時に、ね、香水プンプン、もうすっごいもうほんま舞台キャッツみたいなメイク、すっごい濃いのしてて何こいつ、キモキモ、気持ち悪い、嫌い、絶対こんな人嫌っていうのが第一印象。本当にザ大阪の水商売の女の人みたいな感じ でその当時小原さんもホステスさんやってたんですね。だからまあそういうのが、あのブランドも好きやったやろうし。で嫌いだったらその、なんでひっつくんですか。ほんで、で、なんかじゃなくて、小原さんも見てるだけじゃなくて、ちょっとあの、舞台に立ってお客さんの前で喋らなあかんから、なんかコントしろみたいな言われて、小原さんが。で、当時、綺麗な女の人がもういたんですよ。ホリプロの中でね。ほんで、当時、パイレーツさんがすごい人気で、だっちゅうのって言ってね。じゃあ、パイレーツ2号みたいなのになれって会社の人に言われて、で、なんか小原さんが2人でなんかこう、その女の子と、まあ、だっちゅうのじゃないけど、なんか、
あの際どい水着みたいなのを着てネタみたいなのするっていうのをやってたんだけどすごく仲悪くなっちゃったみたいで、その2人が言うたら小原さんブランド好きで、その相方の女の子もブランド好きで、なんか今日何持ってんねんみたいな変なバチバチがあったりとかして、女独特のね、ほんでそれであのコンビ辞めちゃって、で小原さんがピンになってる私に声かけたんです。あ、小原さんが誘ってくれたんですね。うん、やろうって言って。へえ、それやろうってなった時はどんな心境なんですか。でね、その時やろうっていうぐらいからちょっと仲良くなってるんですよ。あの飲み友達になってたの、その当時は。話してみれば、うん、悪いやつじゃないってことに気づいたんですね。そうなんですよ、あの、まあ、ケンケンゲンゲン喋るけどね、すごく根はすごく優しいし、いい人やし、ほんで初め言われたけど断ったんですよ。あの私はツッコミがしたかったから、あの大阪でもツッコミやってたから、だからボケの子を相方として探したいのに、どう見てもボケっぽくないから、その小原さんの雰囲気が、だからごめんねって断ったんですけど、私がピンでずっと舞台立ってる時に一っ子一人笑わないっていう時があって、うわーやってもた、もうどんずべりしたって楽屋でこうやってたら小原さんが来て、やっぱり二人でやった方がいいんちゃう、コンビ組もう二人でやったらもっとやりたいこともできるし、この滑った時もね、辛さも半分なるやんって言われて、うん、でめっちゃ落ち込んでる時やったから、もう女神様に見えて急に、うん、そうだ、やっぱり二人でやった方がいいと思ってコンビ組んだんです。へえ、なるほどね。それじゃあ何歳なんですか。2人、あ、同級生ですか。同級生です、同い年。同い年。それが何歳、21、多分2000年やった気がする、コンビ組んだの。でもじゃあ20代中盤というか。うん、そうですね。ほうほう。そっからさ、東京の有名じゃない若手コンビってどうやってキャリアをスタートさせて売れる、あれを掴むんですか。売れてもないですけど、だからやっぱね、ホリプロって弱いところがね、あのお笑いの小屋持ってないじゃないですか。はいはい。言ったら吉本興業さんってやっぱりルミネがあったり、いろんなところに劇場があって毎日舞台に立てるから、こうどん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 上がっていくけど、うちらだからもうないですよ、テレビの番組もないし、その当時も、うん、でね、先生、小原さんがいっちゃんなんちゃんさんの番組で大食いで出たんですよ。100人がバスに乗っていろんなところで食べていって、誰が一番早く食べられるかっていうので、無名の小原雅子が優勝したんや。そう、あ、大食いの特技やったんですか。そう、ほんで小原さんがまだめっちゃ細いのにめっちゃすっごいの食べて優勝して、これそっからなんか大食いの番組にバンバン呼ばれるようになってみたいな。だから小原さんだけは別にこうネタがどうとか何も関係なく、小原さんだけがさっきちょっとテレビよく出るようになったんですかね。コンビとして認識されたのはいつなんですか。エンタの神様。ああ、はい、うん、桑畑小原で呼ばれるんですか。だからオーディションを受けるの。あれがね、オーディション受けるじゃないですか、うん、ほんで、あ、じゃあこういうネタにしましょうって出ましょうって出るけど、あれね、いっぱい収録するんですけど全部オンエアならない、お蔵入りになってるんですよ、うん、で、とってもお蔵入りになる、とってもお蔵入りになるっていう感じでしたかね。あ、そんな時期は続いたんですか。続きました。ほんで当時のマネージャー、チーフマネージャーが、お前何やっとんじゃーってなって、うん、でその時にまたカンニングの竹山さんがすごいブームやったんですよ。キレゲーで、キレゲーが、うん、ほんでマネージャーが、お前は女カンニング竹山なれって私言われて、うん、で私初めも言ったけど人見知りでね、もともとギャーって喋るようなタイプでもなかったんですよ、うん、だから竹山さんみたいな容しませんって言って断ったら、お前舐めてんのかゴロってめちゃくちゃキレられてみたいな。でもなんかそれをね、あの、じゃあキレゲーみたいなのをやるって言ったら、エンタの神様なんか絶対あかんから、当日急にやれって言われたの。どうせお蔵になるんやから、もうやってお蔵になったらなったでええから、とにかくやってみろって、俺はこれがいけると思うみたいなこと、その当時のマネージャーが言って、ほんでなんかもうほんまに言ったら竹山さんと同じようなことをやるみたいな、急にアホみたいにキレてみたいなのをやったら、私の中でお蔵入りになってくれたんですよ。今までずっとお蔵入り、うん、ちゃんとしたネタやってお蔵入り、マネージャーにむっちゃ怒られるから、いやいややって、どうかお蔵入りになってくださいと思ったらオンエアになるという。でもすごいプロデュース力じゃん、そのマネージャーさん。そうですよね、ほんと一か八かですよ。どうせお蔵入りになるんやったらとことんやったれみたいな感じ。へー、じゃあそれはオンエアになると全然違うんですか、環境というか、次の仕事につながってくるんですか。
次の仕事っていうかね、とにかく私も本当嫌やったの、あれ今やったら大炎上してると思いますね。へえ。その当時でもお前殺すっていうのがいっぱいあったから。何さ言ってるんですか。エンタの神様ってエンターテインメントでしょ、お前何やってんねんと。ただ女が出てきてギャーギャー切れてちゃんとネタやれよみたいな、そういうね、お前クワバタしねえみたいなことがいっぱいなんかあって、だからその当時でいっぱいやから今やったらとんでもない量やと思いますけど、だからほんまに死ね死ねってあんなに言われたら、ほんまに道歩いてるたびにあの人が書き込んだんかな、私急にあの人に刺されるんちゃうかなって街歩くの怖かったですもん。もう、うん、それでクワバタオカラっていう名前をいろんな人に、私クワバタオカラ嫌いやわということで名前を覚えてもらった感じで、そこからちょこちょこ呼ばれるようになったと思います。なるほど、ね、うん。でそっからで普通に普通の漫才とかあんましてないんですか。私ね、もともとはもう正統派漫才しかやってなかったんですよ。だからそのエンタの神様の時はその急にわけのわからんことギャーってやって、何やったらもう途中丸坊主にもしたんですよ私。え、丸坊主にしたのエンタで。言ったらマネージャー的にはもうこれは反響があったと、オンエアになったということはもうエンタが認めてくれてるんやと、日テレが認めたぞみたいになって、いやもう何を認めたって、もう私もう二度とやりたくないと思ったらもう一回行けて、ほんで次はもうその時その死ねとかいっぱいあったから、あんなネタしてすいませんでしたっていう謝罪をするけど土下座じゃあかんと、坊主せえってなったんですよ。女の坊主はインパクトあるってなって、私も勘弁してくださいって、私絶対に嫌ですって、おかこらーってまた怒られて、もう私絶対嫌って言ったけど坊主せなあかんってなって坊主して、ほんでなんかカツラみたいなの買って、ほんでもう坊主でカツラで舞台出ていって、この前すいませんでした謝りますって、私の気持ちはこれですって言ってカツラ取ったら坊主みたいな、ほんでまたそれでまたエンタがなんか喜んだみたいな感じで、またマネージャーも見てみろエンタが喜んでくれてるぞみたいな、喜んで私嫌やねん、うちの家族泣いとるわ言うて、ほんまに。でもじゃあそっか、そのマネージャーの汗こせいがことごとく当たっちゃうんですね、嫌だけど。そうだからもうマネージャーも頭おかしいって、頭おかしいですよね本当に。でもねそのおかげで、はい、本当に坊主までしたから、はい、さらに覚えてもらえたんですよ桑畑大原を。ちょっと気狂ってるなと思う。気狂ってる。だから何が嫌ってね、その後もこうご飯食べに行くロケとかあるじゃないですか、はい、でも坊主で行くんですよ。ほんならもう その当時のエントの神様って視聴率すごいしみんな知ってるんです、クワバタオカラのことをね。ほんなら私そこではギャーってやるけど、普通にご飯食べてる時はあめっちゃ美味しいなみたいなんじゃないですか、はい、ほんならこっちが嘘で舞台であの坊主でギャーってギャーギャー騒いでるのが本当やってみんな思ってるから、こいつ頭おかしいやつちゃうか、二重人格みたいに見られてたの。だから目合わせてくれみたいな、店員さんもお店の大将も全然私と目合わせてくれないんですよ。ネイチだと思わんですね。そう、あいつなんかもう普段はギャーギャー言ってるけどご飯食べてる時はなんか裏の顔でみたいな、いやいやこっちがほんまなんですよみたいな感じで。なるほどね、うん、そういうなんか迷ってる期間は何できるんですか。今回の時代さんは何ですか、自然とシフトチェンジできたんですか。そうですね、だからまあそのネタ以外の時はまあ普通にギャー、だから逆に言うとね、こんなギャーギャー言うキャラじゃなかったんですけど、そのエンタの神様でカンニング女カンニング竹山やってなってから、自分がそっちの方になってこんな喋るようになったんですよ。それまでこんなベラ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 喋るような、ま、ネタもしてなかったの。あ、そうなんですか、うん、寄せてっちゃったんですよ自分が。寄せていったの。そうそうそう、寄せていったの。そういうパターンの人いるんですね。そう、なんかようわからない感じでしたね。もうだからあんだけ嫌と思ったけど、もういやいややってなんかうまいことこう皆さんにお名前を覚えてもらう機会になったのは良かったかなと思います。すごい辛かったけどね精神的に、うん、コンビ間のなんか中の具合ってのはどんな変態なんですか。小原さんの方がすごくなんかやんちゃって感じですかね。だからまあ同等は同等ですけど、で私が全部ネタ書いてた、まあ、普段はホリプロライブとかでは普通の正統派なネタしてたから、その私はホリプロライブのネタ書くねんけど、小原さんに持っていったらこれ×とか言ってなんかどんどん×されていって、だからでも私の中ではもう腹立つねんけど、あ、初めて見た人が思わないっていうからじゃああかんなと思って、だから2人でこう書き直、2人で細かいところは一緒に考えてやっていくみたいな。なるほどね、うん、結婚はどっちが先にするんですか。私です。あ、
母さんいつ結婚されたんですか？2009年か。うん。それどんな出会いでなんですか？この出会いがね、また私がその、藤井くんを追いかけて東京に来たって言ったじゃないですか。ほんで、その時に、藤井くんが中野に住んでるっていう情報をゲットしたんですよ。中野のアパートに住んでるって。だから中野でアルバイトしようと思ったけど、藤井くん中野におって中野でアルバイトしたら、もうあまりにも重い女じゃないですか。だから隣の高円寺っていう駅でアルバイトしたら、もしかしたら隣町に住んでる藤井くんとちょっと会って、なんかまたより戻せるんちゃうかと思って高円寺でアルバイトすることしたんですけど、その時のアルバイト先の人が今の旦那です。へぇ、何のバイトなんですかそれ。居酒屋さん、ワタミ。あ、ワタミで？はい。え、どっちはその時はバイトなんですか？はい、アルバイト。私もアルバイト。旦那もアルバイト。あ、学生さんかなんかで？はい、学生です。そっからじゃ付き合うようになってってことですか？うん。だから私がね、その面接合格して今日からアルバイトしますって言った日に、ここ、更衣室ですってガチャって開けたら、立ってたのが旦那やったんですよ。へぇ。その時私がね、よく言うけど、ビビビビビって全身に電気走ったの。何このビビビと思って言っても東京大阪東京に一人で出てきて、まあ、藤井君追いかけてるって言うけど一人でお笑い始めなあかんからこんなビビビビしてる場合じゃないと思って、まあ、恋愛対象から外したんですけど、まあ男前でね当時で、まあ、好きやなと思っててほんでいいなと思ってたんかな私もでもまああかんと思いながらほんで旦那がよく恋愛相談されてたんですよ旦那さんから、うんこの女の子がめちゃくちゃ好きで3回告白したけど振られてんねんけどどうやって告白したらいいって言ってほんでなこんなんしたらみたいなアドバイスしてやっぱり4回目もダメでしたほんで持ち込んでる旦那を慰めてたら旦那から告白されてへなんかだんだんねなんかいつも相談乗ってたらなんか好きになりましたみたいなことなんですけどへえあそこからはちょっとお付き合いされてんではい本年の交際の見てくれるほんでねだいたい1年ぐらい付き合ったら別れよって言われたんです旦那に。なんでか言ったらその4回告白して振られた子が旦那に告白しよったんですよ。お当時の彼氏には旦那彼氏に。ほんならそら旦那も4回も告白したらむちゃくちゃ好き。フランス人形みたいな綺麗な子なんですよその子が。でその子から告白されたもんやからそっち行っちゃって。でもね旦那がねもう別れ話号泣。もうリエちゃんのことめちゃくちゃ好きやけどやっぱりこの子のことがもうそんな言われたら好きになってもうリエちゃんのことも大好きやけどこの気持ちももうごめんって言って、うん、もう向こう行っちゃったんですよそれはどうそこからどういうほんで私がまたずっと好きでほんでね、深夜の番組でそれから7年ぐらい経ったんかな桑畑は昔付き合ってた彼氏のことを未だに思い続けてるっていうのは本当かみたいななんか裁判みたいな番組があってで本当ですって言ったら本人登場って出てきたんですよその泣きながら別れたその彼氏がね今の旦那ですけどほんでってなってで久しぶりってなってでそっからまた友達関係として付き合うようになってそっからまた付き合おうってなって結婚になったあじゃあテレビのおかげなんですよそれはほんでその番組の作家してた子が NSC13 期生の増本くんっていう作家さんなのあ増本さんですか増本さんマスマンだからマスマンがつないでくれたらええんやしほんでそのマスマンが、魔女たちの22時っていう番組の放送作家も入ったんですけどその番組でその旦那にプロポーズしてもらったんですよ番組内でだからマスマンのおかげでねだから同期が13期のおかげでなんかうまいことまた旦那と復活もできたしなんかその番組の中でプロポーズもしていただいて番組の中で結婚式も挙げさせていただいてよかったですね大阪 NSC 行ってまあそれ関係ないかもしれないですけどいやーむちゃくちゃもうご縁感じますよマスマンとは本当にいい話ですねそれで結婚したのがもう13年も14年前になりますかね子供とかね出産って今3人ですもんねはい働き方変わってくるんですかやっぱちょっとずつ子供1人目できた時はだから言うたら夜の仕事はあんまり入れないようにってその当時は、うんうん、この仕事って毎日時間が仕事の時間がバラバラだからすごく難しかったで押すこともあるでしょ収録がだからすっごい大変でしたね育児も大変やったからもう本当に
旦那さんも働いてますよね、普通にね。また旦那がいないんですよ、家に平日ね。だからほんまに今までワンオペ、ほんと一人で育児してた感じ。保育園預けてお迎え行って帰ってきてご飯作って食べさせてお風呂入れて寝かしつけてって。ああ、旦那さん何の仕事してるんですか。その会社員です。ああ、まあそうですか、うん、そうっすよね。なんか帰って夜中までかかりますもんね、お仕事ね。そうそうそう、保育園の迎えに行けるまでで、ね、お仕事をこう追われるようなスケジュールのものしか入れないってことですか。だからあと延長保育とか、あとはもう、もう連れて行ってました、あの現場に。で、楽屋でスタイリストさんに子供見てもらったりしてて、うん。お二人で最近は漫才とかってないですか。もうね、最後に漫才、私ね、次男がお腹にいる時に漫才したのが最後って記憶してますね。ホリプロライブ、ハリプロライブで。だから次男が今8歳やから8年前になるのかな。もう8年してないわ、漫才。うわ恐ろしい。その後お互い立て続けに妊娠出産があって、向こうもね、で向こう住んでるし、8年舞台立ってないですね、うん。そこら辺は どうなんですか。もう一回どっかで出したいなっていう気持ちがあるのか。なんか、まあ、やりたい漫才、やっぱやりたいですね。私だって、だって一番初めはその漫才でだんだん受けてんの見て、あそこの舞台立ちたいと思ったから、やっぱ漫才大好きですから、うそうそうやりたいですね。そういう話はするんですか、大原さん。やりたいなって言うけど、やっぱりあのまだ向こうも子供ちっちゃいから、だからもうちょっと大きくなったらできんのかなと思いますけどね。ああ、でももう 2,3 年というか。だから本当は結成20周年の時に大阪と東京と名古屋とかでなんか桑畑大原単独ライブみたいなやろうって言ってたんですけど、コロナになったんです、その時。だからできなくなっちゃったの。タイミングを見失ってたんですよね。うん、そう。ああ、まあでもまあこのね、さこのマンボ開けてからここから収束していくんじゃないかみたいな言われてるから、うん、もしかしたらじゃあここからそういうタイミングがあるかもしれないってことですね。そうそうそう、やりたいですね、うん。女性芸人さんでみんな、なんですか、40後半ぐらいの時みんなこうちょっとずつこう家庭との両立が難しかったんですよね。そうですね。いやでも子供が大きくなってくるからまた違ってきますけどね。逆に言うと子供がちっちゃい時の方が子育て番組とかに呼ばれるんですよ。ああ、そうなんですか。うん、でだから余計大変だ気がするんで、子供が大きくなったら子育て番組みたいなの呼んでもらえないから、だから今めちゃめちゃ暇やけど、でもまあ YouTube やったりね、ボイシーやったりなんかいろいろやって、だから今大変やねんけどめっちゃ楽しいんですよ、今やってること。しかも YouTube とかそのボイシーとかなんかそのファンの人とつながってる感は強く感じれますよね、テレビ出てるより。むちゃくちゃあります。ファンって言わないです、バタ友っていう、うちのね。へえ、いいですね。うん、これをね YouTube 見てくださってる方はバタ友っていう風に呼ぶようになってて、それもバタ友さんが決めてくれたんですけど。だって毎日というか毎回遊びに来てくれる人もいますもんね。そう、ほんでその方同士がで、ファンの方同士がめちゃくちゃ仲良くて、ファンの方同士が集まってご飯食べたりしてるんですよ。あ、いいですね。でみんなでインスタライブやったりしてるんですって。ファンの方同士でね、バタ友さんたちだけ。ほうほうほう、うん、和やかな感じですね。すごく仲良し、みんなが嬉しい。ああ、でも優しい。そういうファンがついてたら単独ライブやるってなったら来てくれるかもしれないですもんね、しかもね。いや絶対来てくれると思いますね。じゃあまあ近々というか、今年なのか来年なのか再来年なのか、やりたい。うん、あ、いいですね。やっぱり目標というか、なんか今後やっていきたいこと。今後これやっていきたいっていうのはないんですよね。うん、でも私なんかそれこそね、ドラマみたいなん出たいなってずっと思ったから。でもそんなもうお芝居とかできへんけど、うん、たまにね、あの関西弁のおばちゃんの役とか出てる人いるじゃないですか、うん、絶対私の方が上手にできるわと思って見るときあるんですよ。東京の人が関西弁のおばちゃんの役やってるときに、なんで私ここに呼んでくれへんのかなと思うときあってめっちゃ変な関西弁喋って全然雰囲気ない、私の方がギャラ半分でいいから出させてよと思うときあるんですよ。そんなんしたいなって思う。あ、なるほどね。うん、じゃあそんなオファーをお待ちしてますってこと。お待ちしてます、はい。